で、こう、まあ、打って変わってというか、カチッとキリッとかっこいい感じのものが多いですね。撮影入る前に打ち合わせを一度レスリーとしたんですけど、その時もなんかさやかはこういうのが合うよねっていう、なんかいろいろ意見してくれて、なんかすぐライダースとかそういうかっこいいのが決まると思うよって言って、もうすぐそこはもう案として入りましたね。結構話が通じるというか、こんな写真に関してはこんなもん撮りたいですとか全然ないんですけど、なんか服装であったりとか、そういう点はこういうのが好きです、例えばロックが好きですとか、ギター持ってみたりとか、そういうのはよくしてますとか、そういうのはしてたらこう取り入れてくれて、自分好みのものが、1, 2, 3
はその場その場でいろんなこう、なんやろ、そんなことするみたいな発想がすごい浮かぶので、レスリーが面白いです。そうですよね、なんか幻想的というか。あーわー、あの大きな道路でバイクにまたがった、かっこいいやつ。あとは初めてやった乗馬ですね。いやもう可愛いなって思いました、あのちょっとの時間で。なんかそういう自然な感じも撮ってもらえてよかったし、ヒッピーなファッションも可愛かったですし、いやイメージ正直できなくって、なんか撮る前はなんかいろいろ話してくれてたんですけど、なんかあんまりそれが想像できなくて自分に置き換えてだったんですけども、撮影始まったらもう撮るたんびに今こんな感じのが撮れたよってすごい丁寧に見せてくれたりとかしてて、本当になんか世界観がすごい一枚一枚強くって、もう想像以上で。これは分かりますかね、もういわゆる彼シャツみたいな感じで、なんか彼が着てる大きいシャツを着た彼女みたいな。似合ってますね。ありがとうございます。まあでも絶対こんな人いないですけどね。なんでまあそのなんやろ、日常っぽい感じ、ここを出そうっていうことで、もうメイクもほとんどしてないです。うん、すっぴんです。はい、じゃあ最後ですが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。
ポップのサッカーを多分ほとんど世の中がみんな知ってるし、みんなが好きだし、もう一つ私が言ってたのはそのちょっとダークサイドのサッカー、でもダークサイドでもポジティブダークサイドがあるから、そのダークサイドの中であのサッカーのその色の中ではコロナ禍で色があるという気がするな。決してパステル色じゃない、でもただのポップ色じゃない気がしてきた、大人の色が。あのね、オン持った瞬間、昨日の1カット目でおうと思ったよ。それ2カット目、さすが鏡見た時、多分ちょっと変わって、ちょっと撮影としては普通の撮影と違って、なんていうかな、サーカーもなんかちょっと不思議になってるでしょ、なんか、どうすればいいっていう、なんか、その自分の気持ちがあるから、そこが私とってすごい大事、そういうふうにね、どうすればいいっていう不安の中で、不安の中で自信をつけてもらいたい。それが私結構自分しちゃった時にはその不安の中でをちょっとだけ不安持っていて、そこで不安の中で自分を自信つけられるのシチュエーションが結構持っていくかと思うかな。なんか私の写真の作る のジャーニーの中で成長してきた気がする。だから最後写真撮れたかなと思った。全体っぽいのピーナッポースターみたいな感じで覚えてる。髪毛ちょっとあげたら全然違うね。Thank you.
や今日はちょっと時間が空いて改めて1日3時間ぐらいだったんですけど、撮影時間はその短い時間とは思えないほどすごいたくさんのカットを撮影してもらって、なんか何やろ、はい、本当に沖縄に負けないぐらいの内容でした。あ、でも撮影を通して思ったのは、こういうやっぱ何やろ、スタジオだったりとかはお部屋で撮るのすごい綺麗なんですけど、外とかあとはその窓越しの自然光というか太陽の光を利用した写真とかはやっぱすごいなんかナチュラルで綺麗だなと思いました。あ、一人の時はグラビアとかはもうあくまで決めた感じのものが多いですけど、やっぱメンバーがこう入ってくることによって何やろ、一人の時よりも空気が柔らかいというかラフな感じで、うん、出せますね。おとなしくはないですけど、あんま出さないので、人見知りなんで、はい、そういうまあ親しい人が近くにいないと、まあ、まず出ないので、メンバーがいるとだいぶ違います。重いですよね。今年ですか。そうですね、なんかすごい個人としてもすごく充実してた1年だったので、なんか走り切ったなっていう感じです。やり切ったなっていう。Thank you.
そうですね、 NMB48 も5年目に入るので、なんかこう一つ前のシングル、まあ、一番新しいシングルで初めてこうセンターが変わってっていうことにチャレンジできたので、またそういうことが今年もしてきて、まあ、さらに新しいメンバー、注目を浴びるメンバーが増えればいいなと思いますし、個人としても、まあ2014年の1年間で自分がやりたい音楽の仕事をたくさんやらせていただいたので、それで自分も自分で曲を作って、それをまあ披露できるような場所があればいいなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございました。